どうも、テルエモンです。今日なんですけども、ソリッドワークスのスケッチ機能についてですね、ざっくりと解説していきたいと思います。まずはスケッチのですね、開始方法ですけれども、まず最初にスケッチを書きたい面ですね、面をクリックしていきます。例えば何もない状態ですと、左側に正面、平面、右側面と用意されてますので、こちらの3つの面の、例えば正面をクリックすると、まあその近くにですね、こういったスケッチというアイコンが出てきますので、すごいちっちゃいですけれどもね、こちら、スケッチというアイコンをクリックすると、ここでスケッチ開始することができます。でスケッチを開始しますと、画面左上、スケッチ終了という画面になります。アイコンですね、なります。で、画面右上もスケッチ終了のアイコンが表示されます。あと画面にはですね、スケッチに入りますと赤い矢印が表示されます。ここがですね、まあ、原点と言われるところになってます。でですね、こちら、上の目に見ていただくとスケッチのタブがありまして、こちらですね、直線を描いたり、四角を描いたり、円を描いたりすることができます。これで例えばですね、四角に行ってみましょうか。丸描いてみましょうか。円を描いてみます。クリックしまして、例えば原点のところをクリックしてマウスを動かします。クリックして指を離してマウスを動かします。で、もう一回クリックするとですね、ここに円が描けます。例えばここに寸法をつけたいという場合には、スマート寸法というのを使いまして寸法をつけていきます。例えば円であれば、こういった円の外側ですね、この円のところをクリックしますと寸法が出てきまして、何もないところでいいので一回クリックすると、数値入力する画面が出てきますので、ここで半角へ数字、半角入力ですね、半角で数字を入力してエンターキー。で、ここに寸法を入力することができます。で、こちらの寸法はダブルクリックして何回でも変えることができます。こうですね。はい。で、それとこれをスケッチ終了して押し出してみます。スケッチ終了ですね、この画面左上。もしくはこちら右上。あと右クリックからも終了のアイコン、ちっちゃいですが出てきますので、こちらから終了していきます。はい。ここに書いたスケッチをフィーチャーですね。で、押し出していくと立体化することができます。押し出しとか回転とかですね。作成したスケッチをですね、選択していきます。何もないところをクリックするとこう選択解除されて、選択されたい状態がこういうふうに灰色になってます。押し出したいスケッチをクリックすると水色になります。で、ここで押し出しボスベースを実行していきます。で、そうですね、50ぐらい押し出してみましょう。ここに50と入力していきます。で、OK ボタンを押して終了していきます。はい。で、これですね、立体形状が出来上がると、立体形状のですね、平らな面ですね、平らな面にもスケッチ描くことができます。こういった曲面にはスケッチ描けませんので、気をつけてください。平らな面にスケッチ描けますので。じゃあ、こういった立体の形状ですね、平らな面にスケッチ描く場合どうしたらいいかというと、こういった平らな面をクリックします。そうしますと、ここに、スケッチというアイコンが出てきます。似たようなアイコンでスケッチ編集というのが出てくるので気をつけてください。新規でスケッチをする場合はこちら。スケッチ編集ってやりますと、先ほど書いたスケッチの編集になります。で今回新規で作っていきますので、こちらの下の方にあるスケッチのアイコンをクリックしていきます。これちょっと小さいですが、クリックしていきます。はい。で、例えば今度は区形を書いてみます。で、こうちっちゃい三角を押しますとね、区形書くにもいろんなメニューがありまして、まあ、これ一回どれもでクリックすると、ここからでもですね、区形タイプのモードを切り替えることができます。この1、2とか、1、2、3って書かれているのはクリックする順番になります。例えば今回私こちらですね、区形中心というのを使っていきます。最初に区形の中心をクリックしていきます。なので原点はちょっとクリックしていきますね。で、マウス動かして一回クリック。はい、ここに四角書くことができます。で、続きましてスマート寸法でこれも寸法をつけていきます。クリックしまして、50かな。はい。で、線クリックしてもいいですし、ここに線と線とをクリックして距離を入力することもできます。じゃあ、こっちは60にしてみましょうか。よいしょ。はい。で、こちらスケッチ終了していきます。今回じゃあ右上からスケッチを終了してみます。今ですね、ここに出来上がります。じゃあ、これまた押し出し。はい。で、結果の回しでこのボディとボディをくっつけまして、OK をしていきます。そうですね、一つのボディになっていると。はい。こんな感じですね、スケッチを書いて押し出したり、まあ、回転などしていくと、どんどん形状を作っていくことができますよという形です。でですね、これ立体形状を作るにも、このスケッチっていうのが非常に重要になってきますよというところですね。
で、タバコのスケッチに関しては後から変更もできまして、こちら、クリックしまして、スケッチのところをクリックしまして、スケッチ編集と入りますと、ここの画面また出てきますので、例えばここで、ダブルクスイッチダブルとクリックしてですね、変更できます。で、スケッチモードに入るとまた寸法が出てくるって感じですね。先ほどお伝えしなかったですよね。で、これスケッチ終了しますと、スケッチの寸法は非表示になります。こういった緑のマークとかもですね、これ幾何高速っていうもので、この後詳しく説明していくんですが、水平とか垂直のマーク、緑色のマークなども、スケッチ、モードを終了しますと非表示になります。で、あとですね、このスケッチを押し出したりなどもしますと、作成したスケッチ、この押す押し出しの中に入りまして、スケッチが徐々に非表示になるようになっています。こちらクリックすると、スケッチの編集は何度でもできますよ、という形ですね。あとですね、こちらインスタント 3D という機能がありまして、こちらクリックしてオンになってますとですね、ここに色が変わってますと、形状をクリックするとここに、作った形状の時のですね、スケッチの寸法だったり、押し出しの量が青色で表示されますので、これワンクリックしてですね、寸法を変えるっていうこともできます。寸法を変えて立体形状を変更するということもできるようになっていました。はい。じゃあもう少しスケッチについてですね、詳しく説明していきたいと思います。新規から部品。ダブルクリックして部品新規で作成していきます。じゃあ正面を選択しまして、スケッチ開始していきます。丸と四角はちょっと簡単にですけどもね、今説明しました。じゃあ直線の書き方説明していきます。こちらですね。こちらですね、こうクリックしていきますと、どんどん直線を書いていくことができるものになります。で、これ線の終わらせ方ですが、ダブルクリックすると線終了します。もしくはエスケープキー。キーボードのエスケープキーを押すと終了します。そうするとコマンドも終了しますね。一回直線もできます。直線。もしくはですね、こうクリックしていって、最後こちら、端点に戻すとですね、終了します。これなんですね。はい。では一回エスケープキーボタンを押してですね、コマンドキャンセルします。で、線の削除の仕方ですが、削除したい線をクリックしまして、デリートキーで消すことができます。クリックしてデリートキー。で、一度に消したい場合には、ドラッグしてこう全部囲っていただいて、デリートキーですね。で、消すことができます。で、ちょっと戻りますね。で、囲い方ですが、例えばですね、ここに左から右に囲んだとき、このですね。これはですね、この今青い枠になっていると思うんですけど、青い枠に全部入っているものだけが選択されます。で、逆に右から左にこう持ってくて、この緑ですね。緑になるんですけど、この場合にはちょっとでも重なっているところは全部選択されます。これ消すと全部消えますね。じゃあ先ほどちょっと右からの方ちょっと確認しておきますか。右からの場合には、これでデリートキーをしていきます。全部入ってなかったところは選択されてないっていう状態ですね。はい。消し方はなので、こう選択してデリートキー。で、注意事項なんですけれども、これコマンド実行している状態ではダメでして、例えば、ここに、今直線を書くコマンドの状態で線を消そうとしますと、じゃあこの線選択しようとしますので、クリックしても、ここから線を書く状態になりますので、必ず一回エスケープキーボタンとなどでですね、コマンド解除しておいて、クリックしてデリートキー。クリックしてデリートキー。もしくは四角でこう囲ってあげて、デリートキーで削除します。スケッチ全体を削除したい場合ですが、その場合には、今スケッチ空っぽだったのダメでした。よいしょ。スケッチ全体、もうすべてを削除したい場合ですね、一回スケッチを終了しまして、左側にある登録されているスケッチを削除してあげると、もうすべて削除することができます。スケッチ自体を削除したい場合には、一回スケッチ終了して、こちらの、まあ、ツリーというところからですね、右クリックで削除。もしくはクリックしてデリートキー。で、こちら、左側のツリーからスケッチを削除するという形です。じゃ、この右側面行ってみましょうか。右側面にスケッチと。はい。必ずですね、スケッチに入っているモードの時には、この赤い矢印が2本見えます。もしこれですね、今右側面に入ってるんですけども、正面とか向けますと1本の線しか出てきない状態です。これではスケッチ書けませんので、今右側面スケッチ書こうとしているので、必ずスケッチに入った面のところにですね、
ゲージを向けまして、この赤い矢印が2本見える状態でスケッチを行ってください。ですね、これ直線書くコマンド、ちょっとさらに追加で説明していきますと、基本的にこう直線を書いていくコマンドなんですが、そうですね、一度この端点に戻してマウスを動かしてもらうと、ここに円弧に切り替えることができます。直線と円弧、両方書けるコマンドになります。こうですね。で、こちらなんですが、マウスをこの縦に戻してます。で、マウスを持っていく方向によってですね、ここに円の、この接線関係になるか、こう直角モードになるかですね。まあ、直角っていうか、接線の方向じゃなくて、このような、よいしょ。こうですね。4分の1のモードの円弧をかけたり、こう半分のこう円弧をかけたりとかっていう形で。マウスをどっちに持っていくかですね。ここから戻したときにどっち方向に持っていくかによって変わってきます。で、これキーボードのハンドですね。半角入力のときにキーボードの A ですね。押していただいても切り替えることができます。直線と円弧を切り替えれます。キーボードの A ですね。キーボードの A で切り替えれますよというところです。で、右クリックしてもですね、円弧に切り替えっていうことができます。線に切り替え。で、終了ですね。線を終了ってこともできます。はい。はい。直線というコマンドを説明しました。で、基本的には直線と四角と円、を使うっていうのが多いかと思うんですけども、あとはですね、こっちにストレートスロット、中心スロットとありますが、まあ、スロットって言ったりもしますし、あと長穴と言ったりもしますが、ここでですね、スロットタイプというのを選んでですね、例えば一番左側だと1、2、3という形でこういった形状を作ることができます。で、ここに寸法追加でチェック入れてますと、寸法をですね、つけながら書くことができます。で、このですね、端と端、円の中心と中心、どれにするかっていうのを選ぶことができます。こうですね。円の中心と中心でいくか、外側ですね、でやるかっていうのを選ぶことができます。あとは、ま、円弧を書いたり、多角形書いたりとかあるんですけども、今回ここら辺ちょっと省略してきますね。あとすみません。線の消し方について補足ですが、先ほど出るときで削除するってことが できる話したんですけれども、出るときはですね、こういった一本の線全部消えてしまいます。で、例えばこれでですね、このはみ出したところだけ消したいっていう場合なんですが、エンティティのトリムという機能があります。こちらですね、このオプションもいろいろあるんですけども、今日1個だけお伝えしておきます。一番近い交点までトリムというのにしていただいて、消したいところをこうクリックします。このように、はみ出ているところをこう消してくれます。他にもですね、様々あるんですが、今日はこの一番近い交点までトリムというのだけちょっとお伝えしておきますね。ここに、消すと、はみ出したところを消すと場合には、相手のトリムっていうのを使いますというところですね。はい。じゃあ続いてですね、こちらの、幾何拘束というのをちょっとお伝えしていきたいと思います。例えばこちらの区形コーナーで四角を書きますと、ここに緑色のアイコンが、散ってきます。この緑色ですが、垂直ですよ、円直ですよ、こちら垂直ですよというようなマークになります。例えばですね、これこちら、直線で、ちょっと斜め一回書きますね、わざと。はい、で、エスケープキーボタンを押します。例えばこれを水平にしたいよという場合ですが、線をクリックすると、画面左側に拘束関係追加というのがあります。これ例えば水平ってやりますと、水平の線にできます。そうすると緑のマークがつきます。で、この緑のマークはですね、クリックして出る時で削除できますので、拘束を削除してあげると、そうですね。もう、延直っていう状態ではなくなるので、こう動かしても斜めになります。で、この緑のマークするときはもう必ず延直だよっていう状態になっているので、ドラッグしても斜めにならないですが、この緑のマークをクリックして消すと、よいしょ、この端点ですね。端点を動かすと、これになります。で、例えば、ちょっと、あえて、ぐじゃっとします。で、ここの線とここの線を、じゃあ、平行にしたいよっていう場合ですが、こういった2本の線に対して、とか点でもいいんですけども、まあ、2つの要素に対して拘束をつける場合には、キーボードのコントロールキーですね。コントロールキーを押しながら、2つの要素をこうクリックします。そうすると画面左側にまた拘束関係追加というので、いろんな拘束つけれる、今の状態のものですね、表示されます。例えばここで平行と選んでもらうと、平行になります。で、一度平行になりますと、これ、
必ずもうルールがついているので、このように平行の状態がずっと保たれます。ドラッグしてもこれになります。そうですね。あとは、例えばこちらの線と、こちらの線をクリックしまして、垂直ってやりますと、こう90ですね、なります。はい、ちょっと戻りますね。はい。で、あとは、すいません。先ほどスマートスイングにちょっと戻りますと、先ほど線と線とクリックすると距離ってなりましたけど、こういった平行でない線ですね。こちらとこちら、2つの線をクリックすると角度入力できます。なんで、こちらスマート寸法では、まあ、直径ですとか、まあ、半径ですとか、あと距離、角度、すべてのですね、寸法っていうものは、入力することができるようになってます。で、例えばですね、こちらの線の距離が、いくつですよとかですね。で、ここの高さですかね、いくつですと。一回スケベボタンを押しますね。150。あ、1500になってますね。こっちから変えます。150。で、ちょっとトラックで動かしてみます。こうですね。動きますよね。で、これちょっと自由に動いてしまうので、この動かないようにしたい場合、この原点からの距離を入れていただくか、多分こう原点にこう合わせていきます。トラックで。まあ、そして今、青い線から黒い線に切り替わったかと思うんですけれども、これですね、寸法王と、この空間上の位置が決まりますと、まあ、完全拘束されたものは黒い線に切り替わります。ではこの直線なんかも原点からの距離を入力してあげますと、ここに黒い線に切り替わります。で、ここ青い点に関しては、まあ、これも例えば原点からの距離、まあ、固定されたところからの距離をですね、入力していきますと黒になっていきます。なので、青い線とか点っていうのはまだ位置が決まってないっていう形になるので、例えばここですとドラッグして、こう線が伸びちゃいますと。で、例えばこれに対して寸法をつけますと、もう黒くなりますね。はい。そういったワークスの場合はですね、寸法が定義されていくと、青い線から黒い線に切り替わりになっています。なので、青い線っていうことはまだ寸法が足りないとかっていうことになるので、そこで確認してもらうといいかと思います。と、ここの平行削除しますと、ここは角度が決まってないので、そうですね、ここに自由に動いちゃうので、ここ寸法入れ忘れたとか、ここ平行の幾何工作付け忘れたとか、なんか気づくことができます。なので、幾何工作の付け方ですが、コントロールキーを押しながら、線と線をクリックすると、よいしょ、ここに幾何工作付けることができますというところですね。はい、ちょっと全部消しますね。これで大体のですね、寸法、スマート寸法ですか、スケッチを書くとかっていう、まあ、基本的な機能について説明、終えたかなというところですかね。最後まとめで、ちょっとやっていきますけども、まあ、通知化はですね、基本的に原点を基準に書いていくというか、原点じゃないところからスタートしますと、先ほど言ったこうスケッチが自由にこの空間上動いてしまいますので、どこか基準となるところ、まあ、例えば原点からちゃんと書いていくといいかと思います。で、これですね、ちょっと今適当に書きますけれども、ここはちょっとまあ、いや、ちょっと斜めでもいいです。はい。で、今、相手ですね、適当にちょっと斜めに書きました。で、なので、ここの線をクリックして円直にしていきます。はい。で、コントロールキーを押しながら、こちらとこちら。ここを垂直。ここですね。で、あとはこういった斜めのところは、例えば角度。線と線をクリックして、スマート寸法で角度が入力できると。はい。で、こちらも寸法入れていきましょう。で、高さもですかね。はい。こちらも角度入れていきますか。で、ここにこう、黒から青に切り替わっていくので、寸法足りないところですね。ここに確認しながら、寸法つけていって、徐々に、設計をですね、完了させていくことができます。斜め線クリックするとですね、こうマウスを持っていく位置によって、こう、寸法をどこにつけるかっていうのを、どういうふうにつけるかっていうのを
決めることができます。はい。で、これちょっとわかんないことだけど、寸法足りんとこわかんないけどね、青い線をこうドラッグしてもらうと、こっちかな。こういった点とかですね、ドラッグしてもらうとですね、あ、ここまだ寸法決まってないなっていうのがわかりますので、じゃあ今回ここどうしましょうかね。ここの角度は関係ないかな。ここの高さ入れてみますか。ちょっと適当に書いてしまってます。はい。ここに入力してきます。で、ここで完全拘束になります。例えばここでですね、無理っくり、このもう完全に拘束されているのにこう寸法入れようとしますと、ここにこう黄色く警告出てきます。まあ、エラーっていうんですかね。まあ、警告になります。要は寸法重複してますよと。もう固定するためのですね、寸法、この形状の大きさを定義する寸法はもう全部入っているので、これ以上入れると重複しちゃいますよと言われます。つまりこちら、柔道寸法に設定っていうのをして OK ボタンを押しますと、これ、括弧書きに、括弧書きすいません。薄い色になりまして、これ、柔道寸法って言って、これをダブルクリックして寸法を変更するんではなくて、あくまで参照するだけの寸法になります。例えば、ここの角度を変えますと、ですね。ここの角度。ちょっと持っていくとか悪かったですね。ちょっと130ぐらいに戻します。ここの角度がいくつですよっていうのを、まあ、確認するっていう意味で寸法をつけるっていうことができます。ただ、こういったですね、ダブルクリックして寸法を変更できるのは駆動寸法というもので、ここに従うものは柔道寸法というものになります。こちら。無理もう一回確認しましょうか、漢字。こうですね。柔道寸法っていうものですね。駆動寸法というのはダブルクリックして変更できるものになります。もしこっちに無理くりしようとするとですね、ここに未解決のアイテム、無人アイテムっていうのがなるので気をつけてください。まあ、どうしてもこの寸法をつけたいのであれば、どこかですね、こういちょっと今、こういった、逆に違うところの寸法を消してあげてあげなきゃいけないという形ですね。はい。で、拘束関係についても一緒です。例えば、この線を無理くり、延直とかってやるとします。そこに怒られます。65度って言ってるのに90度にしようとしてるわけなので、こういった時にもこの赤いマーククリックしてですね、出る時で消します。はい。こんな感じでスケッチを作っていきますよということですね。あとお伝えしなかったですが、このシェーディングスケッチ輪郭っていうのがオンになってると、形状がちゃんと閉じてる場合ですね、ここに中が塗りつぶされるという形になります。形状を押し出す時にですね、例えば、まあ、あえて離してもらうっていう場合はいいんですけど、ここ閉じようと思って、こう、あえて間違ってこう閉じずにですね、終わってしまった場合。そうすると、これ立体化するときにね、ここ閉じてないので、ここの中を押し出せませんので、そういったのはこれ気づくっていうですね。あ、中塗りつぶされないなっていうことで。ちゃんとここが閉じますと、中がこう塗りつぶされるよという形です。あと今ちょうどいいですね。今適当にスケッチ書いたんですけども、ここが、垂直ってマークついちゃってます。これ、ね、自動的に垂直のマークとか、あと何気にこう線書いてるんですけれども、何かとですね、間違ってこう平行関係がついてしまったりだとか、っていうことがあるので、こうかな。今間違って、自動的に平行関係がついたりするので、逆にこれですね、寸法つけたときに、あれおかしいなときがあるので、この緑の枠勝手につく場合もあるので、まあ、高速ってものですね、勝手につく場合があるので、これがちょっと逆にエラーの原因になったりするので、気をつけてください。自分であえてつけたらもいいんですけども、なんか平行にしたくなかったのに、なんか平行の高速がついてしまったりとかっていう場合もあるので、気をつけてください。はい。それではですね、今回スケッチについて紹介しました。これはスケッチを書きまして、これを、フィーチャーで押し出すと。で、立体を作っていくこともできれば、一回そのキャンセルして、今回ちょっと回転をやってみましょう。回転を使って、回転軸を選択してですね、ここに回転をさせるっていうことも、回転して一体化を作るっていうこともできます。で、ちょっと補足でもう一個だけ、施設。あと2、3分と一回で説明させていただきたいと思います。これ回転するときにですね、例えば直径の寸法を入力したいっていう場合、ちょっと解説していきます。ちょっと一回ここの寸法を消します、ね。そういったことで、中心線という機能があります。こちらから、回転させるのも軸ですね。を最初に書いて、まあ最初後からでもいいので書いておきます。ちょっとこれ斜めになっちゃったかな。
水平。はい。で、これ後からでもですね、切り替えることができるんですが、クリックして作図線っていうのにチェック入れてもらうと、ここに中心線っていうのが書けます。で、スマート寸法をつけてこの中心線とこちらの線、クリックして画面下側の方にですね、マウスを動かすと、ここに直径寸法っていうのが入力できます。反対側にですね、形状ないんですが、回転してこちら側に形状があるかのように、寸法を入れることができます。なので、こういった回転形状を作るときは、ここにスケッチをですね、回転するための軸から、片側だけのですね、スケッチを描いていくんですね。半分の断面を描いていくんですけども、寸法は回転した時の直径の寸法を入れたいよっていう場合には、ここに中心線を描いてあげるといいです。で、これ中心線を1本描いておきますと、スケッチを選択して回転をするですね。回転値が自動的にこの中心線を認識してですね、回転してくれます。これ2本あるときはダメなんですけどもね、1本のときにはこの1本を自動的に回転軸と認識して回転して形状を作ってくれます。はい。それで今回ですね、スケッチっていう機能について、まあ基本的な使い方ですね、ざっくりとですが、ちょっと説明させていただきました。はい。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。